はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。ちょっとね、コメントの方でね、なんて言ったらいいんだろう。ハウリングじゃない、なんだっけ、エコーボイスか、にするのが、なんか、いやらしいって言われたんで、そのいやらしいっていうのはそのエロいって意味でね、だから、今回ちょっと自重して普通に始めてみました。はい。ということでね、うじゃうじゃしているというところではあるんですけれども、まあこれをね、烏合の衆というふうに言ったりするんですが、まあここら辺は別にね、大した相手はしないんで、もうマイクとかの使い方、このチャプター多分ね、普通にシーン見てたら結構長くなると思うから、まあ一旦カットしてね、サクッと進めていこうと思います。今回多分いつもより長いんじゃないかな。今だいたい15分前後くらいでね、終わらせようというふうに、まあ努力はしてるんだけど、だからまあ牛歩戦術。別に意識してるわけじゃないんだけど、20分以上になってくるとね、ちょっと画質の問題とかも出てくるんで、まあ、最近はね、4K にできたりとか、60fps のおかげで、サクサクで、滑らかでね、綺麗な映像で映せたりとかするんだけど、まあ、ね、できればその視聴者さんもね、これが例えばさ、ヒカキンさんとかさ、はじめ社長とかさ、それから、ゲーム実況で言ったら、キヨとかね、オトジャさんみたいに、何時間もね、みんなが大ファンでずっと見続けるっていうんだったら、1時間とか2時間でもね、まとめてアップロードとかできたらいいんだけど、まあ、まだまだね、人気どころか、こいつ誰みたいな状態のね、人間から上げるような動画なんてもので、できればその程度くらいで収める方が、多分、まあ、ご覧いただけるんじゃないかなっていう、最悪の自虐を念じているという状態ですね。最悪でもないか。さあ、まあ、ということでね、お気軽な感じでね、まあ、ドドドドドドドちょっと激しくやってますけれども、最後までご視聴いただいてくださいね。じゃあ、ブレーク、完全に巻き込まれただろ、今。セーフ。はい。そう。でね、まあ、ちょっとね、今ね、悲しいんですよ。悲しいんですよ。悲しいんですよって何がっていう話なんだよね。まあ、僕ね、今、もうこの1年くらいずっともうゲームの実況とかしかやってたのを、ようこそ。ゲームのね、ことしかやってない、ゲーム通して人生相談に乗ったりとか、それからまあ普通にゲーム実況やってみたりとかっていうね、ことしか今やってないんだけど、昔はその2年くらい前までは、なんだっけ、マッピングじゃなくて、ブレインマップじゃなくて、なんだっけ、もう忘れちゃった、なんだっけ、なんとかツリー。うん、トニー・ブザンがやったやつ、うん、ブレインストーミングじゃなくて、忘れちゃった、本当に。名前、ど忘れしたね。まあ、もう何でもいいや、何でもいいんだけど、いない、あ、いる、そう、をやったりとか、まあ、直接ね、自分が映像の前に出て喋ってみたりとかっていうのをやって、まあ、心理学のこととか、コーチングのこととか、その他雑学みたいなこととかを喋ったりとかしてたんだけど、うん。そうそう、雑学のこととか喋ったりしてね、皆さんに情報提供みたいな形でやらせてもらったんだけど、まあ、その中で、まあ、一つの ネタっていうか、まあ、事実としてあったのが、その僕がね、実はまあいじめられっ子でしたという話を、まあ、したことがあって、でそれでまあもう今いじめっ子についてとか取り上げることとかもしたいのかあれなんだけど、東須磨小学校さ、教員がなんかね、カレーかなんかをこう目に入れられてギャーみたいになったっていう話とかなんかを取り上げて、ごちそうさまでした。で、その謝罪文がもう枯れてるとかね、こういう世界なんですよ、学校はみたいなね、話をね、したことがあるんですけど、うん。あそこで、はい、え？あ？どういうこと？え、これマイクに殺された？マイクに殺された、マジか。あ、もしもし、サドラー、ロケラン一丁、うん、やっちゃっていいよ、小林、うん、よろしく。じゃあ例のところ、例のポイントにやつを導くんで、一発ちょっとお見舞いしてやってください。よろしく。じゃあ、後で、後ほど。はーい。ということです。マイクが死んだ原因は自分が悪かったということにしておきましょう。
まあ、それはいいわそれはいいわ話戻すとねって言って、僕がそのいじめられっ子でしたっていう、あの5歳、5、6歳の幼稚園くらいの頃からその小学校の低学年3年生くらいまでがその仲間外れにあったりとか暴力を受けたりとか、それから、上履きに画鋲があるとか、まあ、典型的なものですよね、画鋲を入れられてたとか、とか学校にあの最初学校に出てきたら、なんだっけ、ああそうそうそう、チョークの粉が机の上で真っ白にいっぱいされてて、なんかもう雑巾で拭かないともう勉強ができるような状態じゃなかったみたいなね、こととか、まあそういういろいろないじめとかを受けてきましたみたいな話をして、でそういうね、ことを、まあ自分の受けてきた過去は、じゃあいじめるやつらの心理とか心境とかどういうものなのかみたいなことをね、いろいろと話をさせてもらったこととかっていうのがあるんですけど、まあ、それをね見てなのか、最近ねちょっとね悲しかったっていうか、お前いじめ受けたことないだろう、なんかいじめをあたかも受けたかのような振りを、出て、あちょ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 、はい、うわっ、一回ダメージを受けるとね、わけのわからん方向を向くんですわ。一体何がどうなったかさっぱりわからないまま今、お亡くなり、これこそいじめじゃねえか、マジで。そう。いじめを受けたことがない人間がね、今みたいにね、こういうゲームの世界の中でいじめだ、いじめだとかっていうことを言ったとしたら、それは本当に最低な行為だと思うんですよ。もうなんか茶化すような感じなんですけど、僕はね、はっきり言うよ。いじめを受けてきて、で、それを自分で克服することができたからこそ、こういうふうにいじめを、悪い意味じゃなくてね、面白おかしく捉えることができているっていうのはあると思うんですよ。当然、ね、いじめを、なくそうとかっていう運動をされている方もたくさんいらっしゃると思うし、それはね、心の底から応援したいなというふうに思うけど、まあ、僕個人としては、なんだろうな、別に、いじめがこの世からなくなるなんてのは残念ながらありえないなと思ってるよね。なるほど、ゲランがいたのか。いじめはないです。上下関係がある関係の中でね、いじめをなくすとかっていうのはないわけですよ。だってね、理性の働かない動物同士でもいじめがあるような世界の中でさ、理性ばっかりで働いてるさ、もうあれですよ、股間で生きてるような男性ですらさ、理性だとかでさやってるわけなんだから、そんな環境の中でいじめをね、痛い、なくすことなんてのはね、はっきり言って難しい、もしかしたらね、法整備とかでなくしていくなんてことは究極できるのかもしれないけど、まあほぼほぼ難しいと。だからこそ、いじめを受けた時にそれにどうやって立ち向かっていくのか、どうやって克服していくのか、いじめたやつにどうやって自ら歯向かっていく力を身につけていくのかっていう、こういう力をつける方が僕ははるかに大事なんじゃないかなっていうことを思ってるんで、そっちに協力するっていうことを僕はやっていきたいというふうに今考えてるわけなんですね。身につけられないよとかっていうのはあるかもしれないけど、それこそね、だってなくならないものをさ、いくらなくそうとしたらしょうがないじゃないですか。だってお金なくそうぜって言ったら、お金、今皆さんね、現金がなくなってくるかもしれないけど、それが電子マネー化して、お金という根本的な存在そのものがなくなるっていうことは、まあ今後考えにくいと同じで、まあねっていうところだから、いじめをなくすっていうのは、人間関係が起こりうる限りは、まあおそらくね、なくすことっていうのはかなり難しいというふうに思うんで、だったら立ち向かう力を身につける方が、はるかに人類の貢献にも役立つし、それはいじめっていうものだけじゃなくて、いじめ以外にもやっぱり仕事とかね、普段の人間関係の中とかで生活していくにおいて、そこに歯向かっていく力を身につけるっていうのは非常に役に立つんじゃないかと思ってるわけですよ。で、話をちょっと元に戻すと、5分くらいベラベラ喋っちゃったね。ごめんね。バイオハザードをしながらいじめの話が聞けるってね、多分ね、他にこんなチャンネルないから、みんなね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してね、ゲーム実況とは関係ない、なんかこう、ためになるね、考えさせられる話を聞きたいという方はね、ぜひね、僕の動画見に来てください。で、それはいいよ。なんかね、僕はいじめ受けてただろうとかっていうのは、なんか妄想だろうとかね、お前、いじめを受けてたやつが到底するような、発言じゃないみたいなことをね、言われたんですよ、最近。はって思って。なんでそれをあなたたちが分かるのって、そのあなたの発言こそが妄想じゃないのっていうふうに思ったわけですよ。僕は実際いじめ受けてたし、でも、僕は実際いじめ受けてたかどうか
もそうだし、まあ、じゃあ同級生に聞いてくださいって、多分ね、お前こういうことやっただろって聞いたら、そういえばやったわって絶対覚えてるから。ああ、でも覚えてないか、いじめた側ってあんまり覚えてないんだよね。そう、なんかいじめた側って、そのね、ストレスを受けた側ほどのね、ダメージというか、そのダメージそのものもないか。そうか、残念だな。じゃあ今の話忘れて。でも僕はね、覚えてる。僕はね、いじめた経験もある。いじめた経験っていうのは、何かっていうと、その部活の中で遅刻してきたやつを、まあ、ちょっと殴ってしまったりとかね。あるいは、中学校上がって、それは小学校の頃の話。ちょっと倉庫に呼び出して何時刻したんって、ぐち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 言ってるから、ふざけんなお前って。練習ちゃんと真面目にやるよ。ボーンってやってしまったことはある。うん、それはすごい反省してる。反省してるし、後から、やっぱり、そいつに面と向かって謝ったっていう経験もある、うん、なんか高校に上がってすごいはっちゃけてイケメンになってたけどね、そいつね、うん、でそれからまあ高校あじゃあ中学校に上がってからはもうなんか練習とかそれからまあ準備とかすごい不真面目な後輩とかがいたらもう直接手は下さないけどもう外周行ってこいみたいな、ね、もう練習混ざらなくていいから体育館まで走ってこいみたいな風に、これがいじめというべきなのか、まあ、罰というべきなのかっていうところだけど、まあまあさすがに中学生に上がってね、理不尽にね、急に暴力振るうとかってなったら、もうそんなもチンパンジー以下になってくるんで、そこはさすがにしなかったけど、でももう外周行ってこいとかね、いつもの倍走ってこいみたいなことはやったけど、練習する気ないんだったら、そのぐらいだったらできるだろうみたいな感覚でね。っていうのは、まあ、それは小学校の高学年くらいから中学校にかけてやったっていうところで、逆に言うと、小学生の低学年の頃とかっていうのは、自分が理不尽に暴力を受けたり、仲間外れになったりとかっていう経験があったんで、そういう経験があって、僕の結論としては、いじめをなくすことは難しいから、この立ち向かっていく力を身につけていく方がいいんじゃないのっていう話とかを、まあ、してるわけなんでね。ところが、なんかそういう話をしたら、いじめをなくせないなんていうことを発言するのが、いじめを受けてきた人間からすると、ありえないみたいな。そういう反論をなさるんであれば、あなたがいじめをなくすために実際に活動されていらっしゃることってどんなことがあるんですかっていうことをね、まあまあそれを僕が反論してしまうと、またなんだろうな、喧嘩勃発みたいなことになって非常にもったいない、もったいない話になってしまうので、まあさすがにそういうことはねしないんだけど、でもまあ直接は言わないよ。ここの場で不特定多数の方々にお話をさせていただきますけど、うん、だから僕はそういう思いもあったからこそ、もう今はもうなんだろうな、そういう活動も別で やろうとしてるんで、やろうというか、まあ、やってるんで、どっちかっていうと YouTube はもう自分の趣味というかね、これをご覧いただく方々にとっての、まあ、ちょっとしたラジオ感覚、娯楽の場っていうのを提供したいなっていうふうに思ったんで、もうそういう、まあ、ちょっと堅苦しいさ、いじめ、心理学、コーチングっていうのは、もうなしにしようと思って、今、もうゲーム実況ばっかりやらせてもらってるっていう感じなんですよね。だから昔はそういう、その、いじめをなくせたらいいなとか、力身につけられたら、来るようになったらいいなっていう思いがあって、そういう話をしてたんだけどね。まあでも、それをね、直接手を下すっていうのは難しいと思うからね。そこはやっぱ自分でどうにか切り開く力を身につけていけるというふうに言ったで、いじめをなくすっていうことがさ、じゃあ、いじめられてる人たちの抱えてる問題の根本をなくすことができるかって言ったら、やっぱりね、いじめを受ける子たちっていうのは、その、外部環境も確かにあるよ。重要なポイントはあるよ。何かっていうと、の暴力、あ、危ない、暴力を振るう子たちとかっていうのが育ってきた家庭環境で親からネグレクトを受けてるとかね、兄弟間が仲良く働いてきて暴力を受け続けてきたというような関係性だとか、そういう話とかになってくれば、すっげえ動画が重かった。たらまあね、その子たちのストレスの吐け口としていじめられっ子っていうのが出てきてしまうっていうことは十分考えられるんだけど、だけどいじめられっ子もね、そういう環境で自分のことを甘んじてしまっているっていうケースっていうのは当然流れ出てきてしまうので、
そこが間違ってる、おかしいと、で自分で何とかしなきゃいけないっていうふうに思えるかどうか、そういう力を身につけられるかどうかっていうところが大きいポイントになってくると思うので、その力をね、蓄えていくためにこそ、やっぱり何かしらの行動力っていうのをつけるために、僕はそっちの活動をしようかなというところですね。なんかね、もう間もなくね、このバイオハザード4の2週目も終わろうとしているところで、急に真面目な話を語って、うんぬんかんぬんみたいなところがあって、ね、俺は一体今何を見せせられているんだっていうふうに思っている方々がたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、まあね、ありがたいですよ、こうやって動画見てくださっている方々が、ね、いるっていうのはね。最近ね、まあ、サムネのタイトルとかでね、エロとかつけると、数十数百再生とか言ってね、でね、大体ね、1分くらいで皆さん、もう、ね、全然エロくないじゃん、退場っていう風にね、終わる方々もいらっしゃるみたいなんですけど、まあまあ、それでね、再生回数をね、上げてね、ちょっとでも認知度が上がってね、チャンネル登録とかそういった、たまにこうさ、する、真面目な話とかの方法を中心に聞いて、あ、ブルーホースなかなかいいこと喋るやんっていう風に、まあ、ぜひ上から目線でね、見ていただける方々が増えればね、僕はそれで、感無量かなっていうところなんでね、はい。まあ、ただ今回のパートに関してはちゃんとエロいところもご用意してるんで、もう、ここもそうだけど、ね、ちゃんとね、アシュリーちゃんがね、もう息果てる瞬間ね、皆さんがね、ズッコンバッコンしてくれるおかげで息果てるというシーンをね、ちゃんとね、お見せすることができるんで、はい。もうちょっとね、待ってね、ここのシーンだけじゃないんで、はい。ね、てか、サドラーシンプルに考えればさ、この時点でさ、やっとけばよかったのにねって思うんだけどな、ね、もったいないよね。だって、まあ、ね、皆さんにも公開してるけど、エイダ編の時にさ、アシュリーじゃないや、エイダがここでさ、戦うシーンあるじゃないですか、サドラーと。あそこが一番苦戦したもんね、なんだかんだで。ああ、さすがラスボスみたいなね。いうふうに思ったからね。で、まあ、ボス化したサドラーは大したことがないそんな感じだったからね。なんかね、これを見るとね、ジム・キャリー主演のね、マスクを思い出すんだよね。のドリアンっていうなんかラスボスのマフィアのなんか幹部がいるんだけど、そいつが銃をなんかボコ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 って撃たれたら、なんか今みたいに吸い込んで、でこれはまあね、指先から手を弾をテロテロテロ、あ、やっぱプルプルだった、プルプルだった、今、気になる方、5秒戻してまた見てください。プルプルだったから、今、マジで。うん、で、それはいいや、それはいい。で、口にその弾を含んで、銃を受けたやつに撃ち返す、ね。口でボン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 。あれ、何年くらいの映画なんだろうな。でも、30年くらい前の映画だろうね。ジム・キャリーの映画ってね、いろいろ考えさせる映画が多いんですよ。ヒューマンドラマなんだけど、最初はなんか結構こう、お笑いコミカルな要素を含んでるんだけど、後半になっていけばね、結構ね、人間として考えさせられるようなシーンが非常に多いといいますか、例えばマスクだったら、そのマスク、緑のマスク仮面をかぶることによって、なんか、別人になるんですよ。で、別人になってありえない超人能力を身につけて、で、まあ、銀行強盗をやったりとかね、悪いやつをやっつけたりとかって、銀行強盗をして悪いやつやっつけるってなって、いろいろとパニックになってるけど、まあ、それはいいとして。ところが、やっぱり、愛する人を守るとか、とかその気持ちを伝えるとかっていうのは、マスクをかぶらない、仮面をかぶったあなたじゃなくって、ちゃんとありのままのあなたで伝えなきゃいけないよって。そういうメッセージ性があったりとかね、僕が一番好きなイエスマンなんかっていうのを、自分の心に嘘をついてまで、ね、イエスとかノーとかって言ってませんかみたいな、ね、でイエスイエスっていうのを言い続けてるうちに、自分が心の底からこれがやりたいなとか、あの人のこと愛してるなとか、こういうことやったら自分の人生豊かになるなっていう、まあ選択肢を取っていくことができるっていう。イエスマンなんかはね、僕ね、好きすぎてね、実際に、ね、ロケ地まで行ったからね、ロスのグリフィス天文台っていうね、グリフィス天文台って言ったらね、ララランドとか、それからターミネーターとか、ジュラシックパークとか、なんかいろいろね、映画の舞台なんかにもなったりとかしてる場所なんで、まあ、ぜひね、興味ある方はね、まあ、今ちょっとこのご時世だし、まあ、気軽にね、行ってねって言えるような場所じゃないから難しいんだけど、ぜひね、グリフィス天文台ね、非常にランニングとか、ウォーキングコースとしてもね、非常に優れた場所でもありますんで、ロサンゼルスの、ね、街の風貌をね、一望できる場所だからね。
今見たプルンプルンだって、またおっぱいプルン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 だったからね。はい、出されました。はい。ということでね、最後までね、本日ちょっとクソ真面目な話が長くなってしまいましたが、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひね押していただけると嬉しいです。ということで本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。次回でラストかな。はい。